公募で選ばれた子ども市長たちが実際の記者に対し会見で北九州市をこんな街にしたいと発表しました。市長入ります。今日北九州市役所で実際の記者を前に子ども市長として会見に臨んだのは小学5年の永井歩美さん、小学6年の結城日和さん、中学2年の井出瑞希さんの3人です。公募で選ばれた子ども市長の3人は市長の公務である記者会見を体験し、北九州市をどんな街にしたいかについて堂々と発表しました。公民館に勉強スペースの設置や学校の体育館の開放日の設定などをして、みんなでもっと楽しく過ごせるようにしたいです。北九州市の竹内市長は、子どもが夢を一つでも多く実現できる北九州市にしていきたいと話していました。